妙なセンターであります。なぜならイスラームというのは知識の宗教だからであります。至高なるアッラーはこのように仰せになりました。知る者と知らない者が等しいことがあろうか。それを心得る者こそ祝福されたものであると。そしてイスラームの教えはまた慈悲の宗教でもあります。それは至高なるアッラーがこのように仰せになられたこと、このように仰せになりました。誠に我はあなた、つまり預言者ムハンマドを慈悲として、全世界への慈悲として使わされたと仰せになりました。全世界というのはすなわち人間全員、黒人も白人もムスリムも非ムスリムも、等しくそれら全人類に対して恵みを下されたわけです。それはまた至高なるアッラーが次のように仰せになられたことです。私、すなわち預言者ムハンマド、私は あなた方全員に対してのアッラーの使徒であると。それゆえにこの宗教イスラームは慈悲の宗教であり、人間の調和を実現する宗教、そして互いの寛容を実現する宗教であります。至高なるアッラーはこのように仰せになりました。お前たち人々の光、知識が与えられた後、座ったままでじっとしていることはありません。それを非ムスリムに対して、広げ教えていく、それがムスリムの役割であります。至高なるアッラーが仰せになったように、闇から光へとあなた方を導かれた。このアッラーの恵みをムスリム、非ムスリム問わず人々全員に伝え広げていくこと、そして幸せ幸福を広げていくことができるように、この文化センターに恵みがあるようお祈り申し上げます。最後に我々の預言者ハンマドさんから最高の祝福と提案がありますように。以上をもちまして、ムスリム文化センターの開所式を閉会とさせていただきます。本日は皆様、暑い中、本当にありがとうございました。それでは、文化センターのですね、今から展示活動を行いますので、関係者の方はどうぞ文化センターの方へおいでくださいませ。やちゃん、やちゃん、はいね、誰やパパサルさせんとったよ。来ないの彼女。ありがとうございます
まだまだ。Thank you.